鳥のふんだま氏族シティラクニーは、小金雲下に属する雲の分類群である。丸っこくて、綺麗な形と、興味深い習性で知られる。鳥のふんだま氏族の雲は、いずれも丸っこくて、艶のある腹部に美しい斑紋を持ち、普段は目につかず、探すのが、やや難しいこともあって、雲学の初心者に特に喜ばれる雲である。この点ではごく禁煙な。 坂口鳥のふんだま蕎族も同じであるが、そちらは飛び切りの陳子のぞろいで簡単には見つからないのに、対してこの族のものは探せば見つかる手応えがある。このような体色の美しさは擬態につながっていると考えられた。この雲は長く網を張ることを知られておらず、擬態によって虫が近づいてきたのを捉えると考えられたが、後に網を張ることが判明した。しかしその網は、 症状特殊なもので、投げ縄雲との関連が論じられた。体長は、メスで1センチメートル程度の中型のクモ。性的二なりは著しく、オスは、せいぜい1、3、種によっては、体長1から2ミリメートルとメスの1、10ほどしかない。オスの形態はほぼメスのそれに準じるが、半門等は、はっきりしたものはなく、大抵は一様な褐色で、 種の判別は肉眼では難しい。以下、メスについて述べる。東京部は中央が盛り上がるが、滑らかで大きな凹凸や突起はない。腹部は大きく、横幅が広い。また前の方は東京部に被さって半ば以上を覆う。腹部背面はなだらかに盛り上がり、特に突起などはないが、前後に数個ずつの筋点が見られる。ふわしは特に長くはなく。 縮めると東京部にぴたりと寄り添い、目立たなくなる。大鳥のふんだまし、オスとメス退職は種によって異なり、また個体変異もあるが、いずれも珍奇な外見を示し、擬体に関わるものと考えられてきた。日本産の4種のうち、鳥のふんだましと大鳥のふんだましはいずれも、ハート型に近い腹部は、白から黄色のジーで、両肩に白と褐色系による曖昧な渦巻きのような、 模様がある。白帯鳥の踏んだましでは、横長の腹部の真ん中を横切るように白い帯があり、その前後は黒く、腹部後端近くは淡い褐色になっている。これらの種では、表面が滑らかで、ツヤツヤしいことが、まるで濡れているような見かけを与えることもあって、その姿を新鮮な鳥の糞のように見せる。鳥の踏んだましの名はこれに基づく。実際に、 野外で静止している際には、不足をしっかりと東京部に引き寄せ、ほとんど腹部しか見えないため、知っていなければ、雲とは思えない。これに対して、赤色鳥の踏んだましでは、地色が鮮やかな赤で、そこに白い斑紋が、水玉模様のように入る。その表面はやはり強い艶があり、これは、天ム虫類に擬態しているとされる。特に前者の擬態については、 このクモの増毛修正が知られる以前には攻撃のための擬態ではないかと考えられていた。鳥の糞から水分や栄養を摂取する昆虫は少なくないので、そのようなものが鳥の糞と間違えて接近してきたところを捉えるとの判断である。しかしこれは否定されたため、擬態であるにせよ隠蔽のためのそれと考えられている。なお、鳥の噴騙と大鳥の噴騙ではその反問から、 カマキリの頭に擬態しているとの説をネット上などで見かけるが、これは雲学の分野では特に取り上げられていない。この属の雲は昼間はほぼ完全に静止したままである。普通は植物の葉裏に静止している。その際にはフワシをしっかり体に引きつけるため、東京部とフワシは腹部の前縁からわずかに覗くだけとなる。特にススキでよく見つけられるとされる。 夜間に網を張る。網は水平円網であるが、非常に目が荒く、縦糸も横糸も数が少ない。雲は暗くなってから網を張り、明るくなる前には網を畳み、羽裏に潜む。その際、網に虫が残っていた場合には、糸で丸めて持ち去り、羽裏で食べるという。乱納はほぼ休憩から楕円形の袋状で、細長い釣り手のような柄があってぶら下がる。雲は、 枝先の葉陰などに不規則毛のような形に糸を張り巡らして、そこに卵黄をぶら下げ、親はそのそばに止まる。往々に複数をまとめてつける。孵化した妖精は生体になるまで網を張らず、刃先などで全二体の不足を大きく広げて構え、通りかかった小さな虫を直接に捕らえる。この蜘蛛の網については興味深い点が多い。一つには、小金蜘蛛か科のものは、 炎毛を貼るのが普通だが、そのほとんどは垂直炎毛であり、水平炎毛を貼るものはごく少ないことである。水平炎毛を貼ることが多いのは、足長雲化などである。ところが、足長雲化の水平炎毛とこの雲の網も、大変に異なっている。上記のように、この雲の網は、糸が、ごく少なく、非常に網目が粗いが、特殊な点はそれだけに止まらない。 普通の縁網では放射状に貼られた縦糸に対して粘液を持つ横糸は渦巻き状になっているのだが、この雲ではほとんど同心円状になっていて、一つながりの渦巻きにはなっていない。さらに貼り方も異なる点がある。普通はまず放射状の縦糸を貼り、次に内側から外側に荒く粘性のない糸を貼る。これは足イトと呼ばれ、雲はそれをつけた後に、今度は外側から、 縁性のある横糸を張っていく。その時に足場糸を伝って次の縦糸に移動することで横糸の位置を定めるようにし足場糸が邪魔になると切り捨てる。ところがこの雲の場合足場糸をつけず縦糸の後に直接横糸を張る。そのために雲は縦糸から次の縦糸に移る際に必ず中心を経由して移動する。それに横糸は渦巻きではなく 往復移動を繰り返すことである。また、この雲の網には、機能的にも独特な点がある。まず、横糸が緩んで張られていること、また横糸にある粘玉が大きく、しかも縦糸との接触部にはないことである。そのために夜間に、明かりで照らすと、横糸の両端が見えなくて、途中だけが白く光って見える。そしてこの糸に虫がかかると、 縦糸との接点で切れるようになっている。これは獲物としてガを捕らえるのには都合のいい性質である。ガの体には輪粉があるため、普通の蛛の網ではガが引っかかった時にもがくと輪粉だけを網に残して逃れることができるが、この蛛の網では糸が片方で切れてガの体に巻きつき、縦糸からぶら下がった状態で捕まってしまう。蛛はこの糸を釣り上げて、 ガを捕らえることができる。このクモの近縁群に投げ縄蜘モの習性を持つ遺跡蜘モ族などがいる。この特殊な獲物の捕まえ方がどのように発達したかについて、このクモの網がその発端になったと考えられるようになった。つまり、蒸気のようにこのクモがガを捕まえる場合、ガを釣り上げる形になり、その状態は投げ縄蜘モが獲物を捕らえた形と同じになる。さらに、 これらに近縁な属である坂口鳥のふんだまし族や築地雲族の網が鳥のふんだまし族のそれの片側が退化したような三角網であることが判明した。ここから鳥のふんだましの作る縁網を始まりとしてがを捕まえる特性が発達した代わりに網そのものを退化縮小させていったと考えるとその頂点に投げ縄雲がいると見ることができる。 その視点から投げ縄雲の補充時の行動を調べると、鳥のふんだましが縁毛を張る行動との類似性が確認できるという。なお、鳥のふんだまし族の獲物は、蚊が多いことから、投げ縄雲類と同様に、フェロモン類似物質を出している可能性が示唆されているが、はっきりしていない。白帯鳥のふんだまし白帯鳥のふんだまし、黒色がごく禁縁なものに、 坂口鳥の踏んだまし族があり、また遺跡雲族と姉妹群をなすとされる。この族には世界に50種が知られ、日本には以下の4種がある。なお、かつては白帯鳥の踏んだましの腹部全体が真っ黒になったものを黒鳥の踏んだまし、赤色鳥の踏んだましにおいて腹部が真っ黒で、後半部だけが赤くなったものを染め分け鳥の踏んだましと称して別種に扱った。 特に染め分け鳥の踏んだましは大変な珍品だとして、り沙汰されたことがある。赤色鳥の踏んだましには、この他に、反問は同じで赤い部分が黒くなった方が、見つかっている。梅谷、加藤平長、P90、例えば、深海、深海、P74 から75。なお、一般的には、天頭虫の模様は赤字に、黒縁と思われがちだが、 白藩を持つ伝統虫は珍しくなく、いくつもの種がある。ちなみに、赤字に白藩のものは珍しく、同系列の反問としては別属であるが、坂口鳥の踏んだましの黄色に白藩の方が普通である。この項は、種として、梅谷、加藤編長、P90 から96。ありがとうございます。